時刻は午後7時を過ぎました。こんばんは、なにわ男子の道枝俊介です。こんばんは、藤原丈一郎です。こんばんは、西畑大吾です。さあ、早速読んでいきたいと思います。読んでいきましょうか。ラジオネーム、ルナちゃん、島根県の14歳の方からです、うん。ありがとうございます。今年こそは冬休みの宿題を計画的に終わらそうと思っていたのですが、無理でした。1月11日から学校が始まるのですが、現状何も終わっていません。3日後ですか？はい。なにわ男子の皆さんは宿題を計画的に終わらす派でしたか？それとも最後の方に焦ってやる派でしたか？さあ。ルナちゃん、やばいよ。ねえ。やばいってことは、大悟は？西畑はどっちかっていうと、まあ、計画派まではいけへんけど、うん、序盤の方にやりつつ、遊びつつ、だから最後までは貯めてなかった。すごいの。ルナちゃんやばいなぁ。うん。ミッチーどうでしょう。俺は最後に焦ってやった。一緒やん。一緒。一緒。一緒ですね。ルナちゃんと同じ状況やから、それ。じゃないとさ、うん、何やろ、ペンが進まへん。ほな、ジョー君も一緒や。そう。いや、っていうか、その日の夜まで遊ぶ。あれ？飯、夜ご飯食べた後に、うん、おかんにいつも、あんた宿題終わったら今からやる。か、うん、始業式かな、うん、に、宿題回収あるじゃないですか。うん、すいません。やったんですけど忘れました。出た。その、おったわ。そう、やってないのに。うん、俺それやってたよ。クラスに5人はおったな、それ。始業式の日、全然いつも遅いやつがめっちゃ早く来てみんなでまとめてやったら。あ、それ俺もやったことある。そうやん。そう。うわ、でも11日か。もう、だからもうすぐよね。しあさってじゃない？しあさってですよ。ほんまや。だからもう頑張ってください、3学期もね。いや、もうこれだけ言わして、このお便り書く暇あんねやったら、うん、ほんま書いた、やった方がいいと思うわ。そう、宿題やった方がいいと思う。ルナちゃん聞いてくれてるのであれば、ぜひとも。うん、そう、ぜひ勉強しながら、そら、うん、聞いてくれたら。2時間あるから、俺ら。大丈夫やったら。その2時間でね、できるかもしれませんから。そうそうそう、はい、聞いてくださいね。はい、それでは行きましょう。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。改めまして、こんばんは、なにわ男子の道枝俊介です。藤原丈一郎です。西畑大吾です。はい、なにわ男子が一人前のラジオ男子を目指してワイワイガヤガヤとおしゃべりする冠レギュラーラジオ、今夜も始まりました。出演メンバーは週替わりですが、今日はこの3人でお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。これもリスナーの皆さんも大体分かったんじゃないですか。そうですよね。あ、もしかしてそう、もしかしてです。今日の番組の進行は、ミッチーがやってくれます。素晴らしい。MC ミッチーがやりますので、まあこれまで13回やってきたこの番組、はいはい、まあよくね、僕藤原丈一郎だったり西畑大吾が MC を務めることが多かったんですけども、ね、やっぱりもう今回なんかここ2人がやるっていうのもなんかこう想像できるやん。まあそうね、まあ、そうですね。だからここはもうミッチーにやってもらおうということで、やる機会我々は多いですから。そうそうそう、だからミッチー、まあ、生放送やけどもう、バンバン仕切っちゃって、バンバン仕切ります。今回このなんかこれから7時台なんかいろいろやるけど、ミッチーが気に入らんかったらもう全然違いですよ。ほんまに。それだって俺、それはだって MC やから。MC やから。それでこそ急にゲスト呼びたいですって言ったら、もうスタッフさんがもうすっごいスピードで探しに行くから。あ、そうそう、ゲスト呼びたいな。え、誰呼びたい？え、ちなみに残りの4人来てくれへんか。来てくれへんかな。すごいスタッフさん微動だにせえへんぞ。まあまあそんな感じなんです僕は。そうだからもうミッチーだから MC やからもうバンバンやっちゃって、ね、はい、いやもうしっかりやらせていただきますよ今日は。全体 MC ですからね。はい、そうよ、全体 MC ですから。はい、でということですね、はい、先週は人前収録でございましたが、はい、今回が年明け一発目の生放送ということで、うん、来ました、はい、生放送。今年もね、うん、どんな1年にしたいですか。今年ですか。はい、いやもうパス来たよパス。え、今年ですか。今年どんな一年にしたいですか。今年は本当に天才最高天才高な一年にしたいですね。校内放送のテンションやんけ。今日の献立はパン。ウェーイ。クリームシチュー。ウェーイ。おかわりもりもりしましょう。ウェーイ。はい、まあ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 、昨年もね天才校な1年でしたけどもね。そうね、今年はねより一層天才校な1年にね。そうですよ、したいですよね。したいですよ。どうですか。いやでも僕もそうですね、まあ2021年はデビューもさせていただいて、うん、個人的にもやっぱ野球にもすごいこう寄り添えた年でもあったので、はいはいはい、でもやっぱりね、もっともっとこうなんやろうね、やっぱ天才というか最高というか、うん、
天才最高天才高あ、これあの、あの2022年に流行らせたいやつですね。天才高、まあ、もう新年早々からやってたらね、そう流行語大賞とかで狙えるかもしれませんから、ね、これどうする天才高、ほんまに、うん、なんか流行語の、まあ、ノミネートされたら大悟、え、これ授賞式っていうかその人出たりするんかな、流行らせた人する、そうですね、大賞とかなったらほんまに行くんじゃない、これだから7人で出るか大悟1人で出るか問題もあるよ、え、それは西畑1人でしょ、いや違うやろ、生みの親は西畑なんですから、違うやん、あのそのね、ワードを、うん、基盤は作ったのを大悟くんですけど、うん、あの道を作ったのは僕らですからそうまあそうやな、そこは否めないですね、いやでもまあ大悟くん一人で行ってもらっても全然いいんですけど、まあ確かにそれこそだってなにわ男子のこう、うん、チュキチュキっていう、はい、チュキチュキポーズってのあるじゃないですか、あれだって流星が考えたけど受賞式やったら我々で行きたいもんな、はい、行きたいっす、ね、そういうことね、そういう感じのことやからね、毎年なんか流行らそうの回作ろうよ、そうですね、ワード作っていきましょう、だからうちらのこの天才校のライバルで言うとスノーマンの向井康二が考えた動脈ピース、ああね、この首の動脈のところにこう首にやって首をにピースをするっていう、あれは動脈ピース病院でしか流行らない測るときにそうナースと一緒にコミュニケーション取るときこうちゃんと勝負するのよ、だからなるほどね、もみあげ手裏剣、もみあげ手裏剣去年ありました、チキチキともみあげ手裏剣でしたから、だから私は天才校と動脈ピースの年に来たよ、したいですね、謎の戦いが始まりました流行語戦いね、はい、逆にミッチはどうですか1年、はい、僕はそうですね、やっぱりこう、まあ、グループとしても個人としても、うん、あの去年よりもより一層飛躍できる年にしたいなっていう、なんか人としても成長できる1年にしたらいいなと思うんですね、だってなんて言っても今年はミッチ20歳になるもんね、そうです、20歳になるんでね、やっぱり大人のなんかこう大人っぽさも出すつつ、そうやで、ミッチ成人やで、そうです、ケントもそうやけど、そうです、早いな、早いでしょ、もう親の目線かのようにやっぱ大きなったな6つ上です、大きなったな、身長も心も大きなってな、ね、素晴らしいですよ、ま、本当にすごいわ、はい、ほんま、はい、まあということで年末年始のお話はこの後ね、それぞれ詳しくお話しさせていただきます、はい、さあそんな今夜はこんなテーマでメールを送ってください、なにわ男子リスナー市場調査、流行っていること教えて、いや今のあの大悟が悪い、なんでな、本来なら大悟のね言うとこでしたよ、市場調査ね、かっこエコーって書いてくれてるからね、これでも MC はミッチやからね、いや違う、西畑がちょっと先行き過ぎたところあるかもしれない、ごめんな、違う、そのごめんごめん、間に道枝って書いてたらさ、その間になんか呼んじゃうってことでしょ、そうそう、いやスタッフさん聞いてました、道枝やったら道枝で挟んでたら何道枝になる、それもオセロ方式なんですよ、もう道枝や思うやん、だからスタッフさん次回からは間に挟まないでください、じゃあ全部ミッチーなの、もうじゃあ全部俺やん、じゃあ全部ミッチーか、それはちょっとまた困るわ、ミッチーが一個も入らへんから、ほんまやそれでもうそう、まあまあ何ですかこれは、これ何ですか、これは今後世界の中の流行になっていかないといけないじゃないですか僕たち、はい、で今夜はお聞きのあなたのその身の回りでリアルに流行ってることを教えてほしいと思います、はい、それ教えてほしいね、教えてほしいですね、うんうん、どんなことが流行ってるのか、だから2022年のトレンドをしっかりと抑えて、うん、世の中の動きをよく知っていきましょう、はいはいはい、そんなテーマでございますね、なるほど、ちなみにですね、友達の間で流行っている言葉であったり、うん、SNS でよく使うワード、うん、話題のグルメ、うん、学校の休み時間に流行っているゲーム、最新のファッション、うん、などなど流行っていることの種類は何でも OK です、そうだから身の回りで起こっていることでいいからね、リスナーさんの、はい、リスナーの皆さんのね、些細なことでもいいので、はい、こちらのテーマにね事前番組ツイッターとかホームページで募集をかけていたので、はいはい、早速1枚ご紹介しましょう、はい、神奈川県のラジオネームレナさんからいただきました、 JK の間でははにゃという言葉がよく流行ったのですが、はにゃだけじゃつまらないので、はにゃの最後に調味料をつけています、はにゃみり、はにゃ油、はにゃポン酢など、なにわ男子の皆さんならまた新しいはにゃが生み出せるのではないでしょうかとのことです、なにこれはにゃみりん、そんな味変されてもねえ、いやめっちゃ好き味変されてもねえ、はにゃみりん、はにゃ油、はにゃポン酢、だからはにゃって、そもそもはにゃっていうのはんとか、あそうねっていうことやね、でも今やねんなこれ流行ってるの、はにゃって西畑あのマイボスマイヒーローの、あーあれね、うん、そう永瀬さんがやってたイメージなのね、やってました、ね、はにゃってやってたのよ、そうだからその時からではないもんね、今やもんね、今ってことはそれを今はや
も誰かが持ってきたってことなのかな。何かありますか、うん、また新しいハニャが。ハニャ、ハニャ、あ、西畑あります。あ、どうぞ。ハニャ日清オイリオ案件や。ありがとうございます。案件やって言うと、ね、案件ちゃうから怖い。西畑 CM させていただいておりますからね。 CM させてますからね。そうそうそう、だってほら調味料やから。確かに、ハニャ、ね、ハニャ日清オイリオかっこよく。あ、ジョーくんいきます。じゃあはい、うん、ハニャバルサミコス言えてなかったくないよ。ちょっと噛んだよな。ハニャバルサミコス。ハニャじゃない、ハニャやコス。ハニャバルサミコス。なんやろうな。ミッチーはどうですか、調味料。調味料でしょ。調味料じゃなくてもいいよ。なんやろうな。なんでもいいんちゃうもん。そうそうそう、調味料じゃなくても。そう、新しいの生み出してよ。ハニャバルタン星人関係ないよ全然面白くないわ。ピースしちゃってるハニャ、ハニャバル、ハニャバルタン星人。あ、かわいいかも。かわいい。ちょっとこう音ボケな感じ、ハニャってしながらピースするっていうの、ハニャバルサン星人。いいの、いいんかな、なんかこんなんでいいの。でもなんかちょっとバルサミコスに引っ張られた感じ。そうそうそう、バーでね、バーでちょっと引っ張られたけど、まあそんな感じでね、あの、あなたの身の回りで流行ってることを教えてください。宛先はこちら、なにわアットマークオールナイトニッポンドットコム、なにわアットマークオールナイトニッポンドットコム、数字の728でなにわです。ツイッターではハッシュタグなにわ ANNP をつけてツイートしてください。なにわはひらがな、男子は漢字でお願いします。東京、千代田区有楽町、日本放送から生放送でお届けするなにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム、この後9時までお付き合いください。ここで今夜の1曲目。はい、なにわ男子のデビューシングルです。ウブナラブを皆さんにお届けいたします。なにわ男子でウブラブ。お聞きいただいたのはなにわ男子でハニャバルタン星人、あ、間違えちゃった、ウブラブでした。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。なにわ男子の道枝俊介です。藤原丈一郎です。西畑大吾です。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムを生放送でお送りしています。はい、それではメールを読んでいきましょうか。はい、はいはい、大阪府の大阪市、ラジオネームスバルさんからです。うん、道枝くんが進行するのにお兄さん二人がかなり進行しているのでもう少しお任せしてあげてください。初めてのお使いを見守るお母さんみたいですいや、でも確かにね、まあ、確かにね、これ癖よな。てか癖ってか職業病なんやろな。ということですか。なんかこう、ジョー君どうとかさ、言っちゃうのよ。ね。なんか別に、その、任せてんねんけど、全部お任せしてんねんけど、うん。もう不意に出ちゃうんでしょうね。不意に出るのよ、ね。そう、これね、条件反射で。直したいところでもあるのよ。友達と喋ってる時とか。はい、俺マジで友達に、わかる。お前、バラエティやってんのって言われて。そう。なんかな、やっぱ、振っちゃうのよ。銭湯とか行っても、ね、はいはい、最近どうな、ああ、そうなんで、何々は、ああ、そうなん、何々どうな、でも今年さ、マジなんか、叶えたいこととかあったりするみたいな。マジで俺、銭湯でめっちゃ恥ずいねんな。いや、それちょっと恥ずかしい。いや、でもわかるよ。なんか、まんべんなく喋ろとか。あ、そう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 。で、ちゃんと喋ってないやついたら、あれ、誰々の声まだ聞いてないけど、生きてるとか、いや、生きてるわ、みたいな。うん、ほんまお前高校の時からそうやったよなーとか言って、ちゃんとそいつの話題も触れてる自分が、そうそう、うわ、今めっちゃ仕事してると思っちゃう。わかる。でもなんかそれがこう、不意に出んのよね。そう。ね、なんか、恋に出てるわけじゃなくて。そう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 。不意に出るんですよね。そう、でも、言われてるよ、俺ら、スバルさんからは。俺と大悟は初めてのお使いを見守るお母さんみたいなっつって。親目線や。パーリラパーリラ、タタタタタタタや。初めてのお使い大好き、俺。いいよね。もう全然、ほんまごめんなさい。全然話関係ないけど、うん、初めてのお使いで、お兄ちゃんと、弟かな、うん、一緒に買い物行って、弟が泣いて、お兄ちゃんが荷物持ってあげる瞬間、あれも涙腺崩壊。涙腺崩壊。ほんま、初めてのお使い泣いちゃうよな。ね。いや、ほんまそうよね。すごいっすよね。俺、だから、もし今、なんか、小さい時、も今自分が多分5歳ぐらいで、なんか夢ありますかって言ったら、うん、はい、当時の自分に言い聞かせたいのは、初めてのお使い出ることですって言いたいな。めっちゃ自慢できひん。まあ確かにね。あんな一緒に一回俺だって初めてのお使い出てたでって。
知らんのお前みたいな。スタジオマジ泣きやで。いややわ、そんな子供。マセすぎやろ。そんな子供が、大きくなって、可愛かったな、子供が。そう。そんな20年後とかに、俺出てたやんとか言うの絶対言えんもんね。そう。想像つかんもんね。ああいう番組大好きよ、ほんま。でもいいですよ、ほっこりしますからね。でもミッチに任せようということですよ。ほんまに。俺に任せてもらったら大丈夫なんで。今日はほんまに、だから忘れるよ。任せてください。どんなことでも、じゃあ、助けてくれるってことやんな。はい。オッケー。もう、たまには皆さん、ゆっくりしてください。オッケー、ゆっくりするわ、じゃあ。はい。わかった、ありがとう。いきますね。はい。じゃあさ、ここからですね、僕たちの近況をね、お話しする時間なんですけども、今日はメンバーそれぞれの年末年始の近況トークをしていきたいと思います。なるほど。はい。じゃあまず、西畑君、行きましょうか。そうですね。でもやっぱりリスナーの皆さんもそうですけど、まあ皆さんが気になっていることといえば、やっぱり、ジャニーズのお年玉事情、じゃないでしょうか。そうですね。ね、お年玉事情。ねたくす、今年なんかほんまに、ジャニーズフェスティバル、ジャニーフェスとですね、カウントダウンコンサートの方に我々なにわ男子出演させていただきまして、うん、もう、ぶっちゃけたこと言います。はい。いっぱいいただきました。いっぱいいただきましたね。ぶっちゃけたね。ぶっちゃけるとやっぱそうですね。ぶっちゃけました。ほんまにたくさんの方々からいただいたんですけども、まあちょっとね、名前こうやって出すのって、なんか、そのグループの人、この人からもらってないや、みたいな。怒ったらそれは良くないと思うんですけども。はい、だから僕が言わせていただくのは、仲がいい方から。はい。いただいたところ、はい、いただいたことと、あとは、大先輩から。い。ただいたお話をさせていただきたいと思うんですけども。はいね、まずジャニーズの中でもほんまに1番、2番、3番、ってかもう5本の指に入るぐらい一番仲がいい、キングオブプリンスの永瀬廉から。同期なんですよ。同期ですけど、年下なんですけど、はい、くれたな。何を男子全員にね。かっこいい。僕、ね、後輩年下、いただきました。そう。レンがね。でも、で、この間、レンに会ったんですよ、はい、いただいてから、ご飯行ったんですけど、絶対どっかで話してなって、レンが言ってたんで、今日話しました。レンから、メンバー全員にいただいたのと。うん、あと、まだ多分知らんと思うけど、はい、それこそ、カウントダウン終わってから、まあ、この、三が日の間に、はい、平成ジャンプの知念くんと、お会いしまして、はい、そこで、メンバー分の、お年玉。マジですか？今じゃあ、7人分？あ、持ってます。一応、今出してる。いや、今出してる。メンバー全員集まった時に渡そうと思って。え、マジで？はい。知念くんにいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。やった。そして何大先輩。はい。東山さんからも何を出して、全員分、いただいております。すげえ！ありがとうございます。はい、この間、必殺仕事人の会見の時に、はい、東山さんとご一緒しまして、その時にいただきました。ありがとうございます。うわ、マジかよ。だから、また、このね、メンバー仕事が、グループの仕事がある時に、お渡ししたいと思います。はい、本当に、ジャニーズの先輩の方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやー、いいっすね。ありがとうございます。いや、もうすごくない？すごい。すごいよ。たくさんの先輩方から、いただきまして。お年玉はね、はい、嬉しいよね。ね、いや嬉しいっすよ。素直に。いやでも、俺はジョー君に物申したいよ。何がですか？ジョー君が、今回のカウントダウンの楽屋が、なにわ男子と、先輩のフォーユーさん。フォーユー兄さんですよ。フォーユー兄さんと同じ楽屋やったんですけど、はい、もう、先輩がこう、来てくださるたびに、もう、ジョー君の目の輝きがすごくないですか？確かに。だって普段、来えへん人がいきなり楽屋来たら、お年玉かなってなっちゃうやん。ね、まあ、そうですね。そう。だってもう、キラキラでしたもん、ジョー君の目。キラキラ。ダイヤモンドスマイルかっていうぐらいキラキラでした。お年玉でダイヤモンドスマイルになるやつめっちゃ嫌な。嫌な。嫌な後輩やな、それ。ジャニーズ WEST さんからもね。ね。いただきました。皆さんから、いただきました。ありがたいことにも。ありがとうございます。いや、なんか、ま、全然ね、ちょっといやらしいかもしれないですけど、まだまだお年玉募集してます。いや、いやらしい。先輩方。いやらしい。ぜひよろしくお願いします。いつまで有効なんでしたっけ？ジョー君の。僕の中では12月30までです。もう1年やん。ほぼ1年です。だから、1日開けて、またくださいって。あ、そういうことです。てかもう年中無休で募集してる。基本そうですね。すごいな。ですので、お願いします。お願いします。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました、本当にね。じゃあ続いて僕ですかね。ミッチ。行きましょうかね。やっぱり年末年始は皆さん、家族と過ごしてやったりとか、はいはい。友達と過ごしたりとかしたと思うんですけども。僕年始はですね、家族と過ごしてから、うん、友
友達と過ごしまして、はい、高校時代の友達と、うん、その高校時代の友達と、うん、あの、USJ に、うわぁ一緒に、ね、イリマスタールスタジオジャパンさんの方にお邪魔させていただきまして、うんうん、あの、朝8時から並ぶ。ガチで。ガチやん。そう、朝8時に集合して、うん、で、朝8時に集合したにもかかわらず、うん、あの、5人ぐらい行ったんですけど、1人1時間遅刻してきて、あれやね。そう。朝9時開演やったんですよ。らら、うん、で、朝8時から集合して、うん、で、1時間遅刻してきて、まあ9時から並び始めて、こう、うん、まあ、10時前ぐらいに入ったんかな、うん、で、そっから、ね、そっからすぐ、任天堂エリア。うわーマリオンとこ行きたい。そう、マジで僕行きたかったんで、任天堂ワールドか。まず行ったんですよね。うんうん、で、そっから、整理券を いただこうと思ったんですけど、うん、整理券が抽選になってて。え、何それ、そうなんや。多分そうなんや。整理券売り切れた後になんか抽選になったから、うんうんうん。それで、よし、じゃあ、ジャン勝ちで、買ったやつが抽選行こうってなって、僕買ったんですよ。おぉ、来た。で、もうこれ当たるわと思って。そうね、この流れ来てると思って、整理券の抽選、受け取って、うん。はいはい。で、その、入れる時間の1時間前に、その、抽選結果がわかるんですけど、うん、それを見たら、見事に外れてまして、任天堂エリア行けませんでした。やばいやばい。あ、ちっちゃい。いやー、みっちー。今年持ってないかもしれん。いや、持ってる、持ってる、大丈夫、持ってる。大丈夫。そう、じゃんけんで運使えば、使ったと思えばいい。そう。で、まあ、そっからいろいろ。じゃんけんで運使ったんやったら、運弱すぎる。運が薄いっすね。で、まあ、やっぱり、そのね、ダイナソーに乗ったりとか、うん、スパイダーマン行ったりとか。いいね。ユニバや。もう、満喫できましたね。うん、楽しかった楽しかったです。本当に、もう、高校の友達も、久しぶりに会えたんですよ、うん。卒業式ぶりぐらいに会った友達もいて。うん、もう本当に充実した、一日でございました、はい。ありがとうございました。いいね。ユニバ行きたい。ユニバ行きたいな。まずユニバで、一発目にテンション上がるとこ言っていい、うん、はい。まず電車降ります。これ行ったことある人だとわかんないけど、うん、門行く手前に、めっちゃでっかいゴリラがおんね。俺ね。ああ、わかる。ぶら下がってるやつ。そう。あれ見たら、うーわ、ユニバ来たって、まずなるわけよ。で、その後、近づいていくうちに、ジェットコースターの、クシュン、フィャーっていう声を聞くと、うんうん、うわ、ユニバ来たっていう。わかる。この喜び。ね、ワクワクしてきますよね。生きてー。行きたいなー。そう。だから、スヌーピーのカチューシャつけて俺、かわいい。ええなー。いいよな、やっぱでもテーマパーク行ったらカチューシャ絶対つけたいよな。つけたいんですよ。やっぱりこう、毎回買いたいやん。うん。うちんちは、うん、もうおかんが勝ったら、次行くってなった時に、あのカチューシャどこ行った？あのカチューシャ。よくありますよね。毎回さ、1回目はこれ、2回目はこっちのカチューシャって選びたいやん。ちょ、おかんはもう、ポップコーンの入れ物とかもこの前買ったやつあるやん。あれ持って行きやって。あれも俺もそう。カチューシャもほら、この前あんた、どこやったあれって。持って行って、これに入れてもらえよって。そう、うん。入れ物買うんだね、お金かかるから。うん、そう、ザ関西人やねんな。いいね。やっぱり楽しかったですよ、久々の。ありがとうございました、本当に。みんなありがとう。友達ありがとう。はい。はい、ということで次、ジョー君ですね。はい。じゃあ僕行きます。はい。まあ僕はもうなんか、頑張らないとなって。うんうん。俺の中でも、それこそ、うん、カウントダウンの時に、うん、ちょうどキング&プリンスが来まして。はい。で、もう冗談で、ちょっと俺、じゃんけんで買ったら、お年玉ちょうだいやって言ったら、いいっすよ、みたいな。え、でも、その、じゃんけんって言ってもほんまに、もうだから1対5なわけよ。はいはい。で、俺が、全員に勝ったらなって言ったら、うん、じゃんけんしたら、全員パーで綺麗に俺チョキ出して、うわ、勝ったと思って。一人勝ち？一人勝ちして、すげえ。向こうもちょっと引いてんねん。はいはい、ほんまに勝ちやがったみたいな。うん、で、まあ、いつかご飯行こうなっていう約束をして、うん、そのまま、年明けて、大阪帰ってきました。俺めっちゃ運持ってるわと思うやん。うん、気持ちいいわけよ。で、1月、3日かに、うん、関西ジュニアが大阪城ホールでライブをしてまして、はいはいはい、で、見に行こうと思いまして、うん、昼公演見ました、うん。で、終わってからなんか新しい研修生が入ってるらしいんですよ。ね、入りたて。オーディション生ね。小学校5、6年生かな、うん。そうよ。みんな若い子で7人、8人いて。うん、で、終わってから、ちょうどこう、みんな集まってたから、なんか向こうから、こんにちはって言われるわけ。うんうん、あ、こんにちはって。あれさっきみんな出てたねって言ったら、はい、出てましたみたいな、うん。もうめっちゃ元気なわけ。で、俺昼公演見て、で、その後夜公演がミッチー来るって言ってたから、うん、あ、言ってあげようと思って、夜公演ミッチー来んでって言ったら、うん、え、何は男子来るんって、うん、え、ちょっと待って。ちょっと待ってね。何は男子来るんって言われたんですね。ちょっと待ってね、と思って。何は男子来るん、うんうん、と思って。で、横の子は、オーディション生の子は、うん、え、僕、大西流星さん大好きなんですっつって。おぉ、ね、おぉ、うん、何は男子来るんってこれどういうことって思って。え、ちょっと待って。
って言って。そうやな。うん。うん、で、まあまあ、言われて来てるわけや。来てるわけや。来てるもん。だって、目の前におんもん。そうそう。うんってなって、横にいたスタッフさんと目合わせて、ちょっと、んってなって、スタッフさんも、大丈夫、大丈夫。みんな、何は男子のオリックスの子知ってるって。うん。あーだよ。あーって。なんか、オリックスであーってなって。そっか。そう。だから俺、頑張ろうって思った。ほんまに、だから何は男子のっていうかは、オリックスバファローズの藤原丈一郎になってんねん。そっちやったから、野球選手になってんねん。そう、これからミッチに負けないように頑張りたいと思った。いや、そう、やめてください。みんな一緒やから。いやー、これびっくりしたよ。ちょっとびっくりやね。びっくりしますね。うん、何は男子来るんやって。あれ俺何は男子やけど、まあいいやと思いながら。そうね。まあでも、そのね、フレッシュさというか、そう。うぶさがいいのよね。かわいいのよ。これから知って、ね、知ってもらいましょう。俺が見に行った日はすごかったよ。うん、特技あるって言って、うん、みんななんかダンスできます、なんかやったけど、うんうんうん、ウブラブをリコーダーで吹けますって。おー、すごいやん。すごいやん。鼻で吹くね。え鼻リコーダー。だって関西ジュニアやな、それ。そうやね。それ、しかも、普通やってだって、口で吹くじゃん。普通じゃない。それがもう、リコーダーの演奏の仕方やねん。そうやねん。鼻で吹くとか休み時間やねん。そうやな。それを何万人の前で、ふん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 って。え、それ上手やった。めっちゃうまい。すごいやん。オーマイガー、オーマイガーのリズムめっちゃうまいね、鼻で。ふん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 って。すげえ。肺活量すごいやな。半端ないのよ。いや、関西ジュニアの未来は明るいやな。明るいやろ、面白いな。関東でこんな子いますかと。何万人の前で、クラスでやるのとはわけが違うからね。確かにね。で、それ生き生きしてやってたやろ。やってたの。いや、それがいいよな。面白いわ。いや、もう関西ジュニアすごいですからね。今後にしたいですね。だからこれ名古屋もね、はい、あるみたいなので頑張っていただきたいなと思います。頑張ってください。はい、以上近況トークでした。さあ、それではここで一曲参りたいと思います。昨年の12月31日から元旦にかけて行われた年越しライブ、ジャニーズカウントダウンでは、国民投票企画というファンの皆さんによる投票企画がありました。はい、夢のコラボユニットのメンバーを決めるこの企画では、王子様、元気、セクシーだと思うジャニーズメンバーを1名ずつ投票してもらって、それぞれの部門で上位にランクインした5人で、一夜限りの初夢ユニットが結成されました。はい、なんとうちのメンバーミッチーが王子様1位に輝きました。素晴らしい。ありがとうございます。その時にね、歌った曲がミッチも大好き、はい、スマップさんのダイナマイト。いかがでしたか、あの景色。いや、マジで恐縮です。すっごいね、緊張してて。そうやんな。もうだって横見たらね、もう偉大な、もうエース、各グループのエースの皆さんがいるわけですから、その中で、真ん中でこう歌わせていただくっていうのは。いや、しかもこれ、見てない方はね、本当わからないと思うんですけど、これ、もう登場の仕方が、下から、もう王子様の椅子乗ってスライドで出てくるわけですよ。そうそう、下から。キュインって。キュインってね。その時のミッチ、めっちゃかっこいいで。そうやで、堂々としてて。やっぱり、うちらメンバーからすると、やっぱり誇らしかったよね。いや、もう本当にね、もうすごいありがたかったですし、スライドアップで出てきた時、つま先引っかかって一瞬焦ったんですけど。マジか、マジ。そんな裏話あった。おーおーみたいな。でも全然わからへんかったね。わからんかった。足長すぎんねんって。だから、その、引っ込めてたけど、引っかかっちゃったんだ、なるほどね。で、まあ、元気部門だよね、大橋くんとか。そうやね。元気1位がね。そうね。何やったら1位取れそう、大悟。王子様元気セクシーやろ。うん。坊主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 が似合いそう、みたいな。似合いそう。ね、各、ね、坊主役とかでされてる方いますけど。確かに。僕、この事務所入って3回坊主にしてますから。スリー坊主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 やったら、そうやな、センターいけるかもしれんな。そうね。回数的に。1狙いんじゃないかなって。確かに。王子様元気セクシー坊主。いや、もっと他のもある。落差ありすぎやわ。ほんまや。すごいわ。じゃあ、それで。ジョー君は？俺？ジョー君は？俺は何やろうね、うん。オリックス部門。俺、いや、もう一人しかおらんやん。ダントツやん。いや、もう、何やろ、票をなんか集めるまでもないよ。逆に何票か違う人入ってたら、え、オリックス好きなの？マジで？今度見に行こうってなるかもしれない。しかも、その初夢ユニットの時だけ、ジョー君は京セラからの中継だよな。一人だけ中継めっちゃおもろいやん。そう、一人だけ中継で。すごいっすよ、それ。それだ、それ、なんかすごいな。藤原丈一郎だけ？そう。京セラ。スカイ歌って。スカイもう、ジャニーズじゃないもん、もう。オリックスの球団関係者になるから。いや、もうオリックスのファンの方々はすっごい喜ぶと思います。確かにね、東京ドームはキャーやけど、京セラはおーいって
感じですから。すごいことになりそうだけどね。うん、いや、でも初夢ユニット良かった。なんか楽しかったですね。楽しかった。はい。ありがたかったです、本当に。ニッチーから曲紹介の方お願いします。はい。スマップさんのダイナマイトでございます。皆さん、ぜひ聴いてみてください。お聴きいただいたのはスマップさんでダイナマイトでした。改めて先輩方、本当にありがとうございました。メンバーは道枝俊介、藤原丈一郎、西畑大吾、なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムをお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。これって青春ですか？はい、なにわ男子のキーワードの一つが青春感。このコーナーでは私のこの体験、無理やり青春って呼んでもいいですかというエピソードをご紹介いたします。はい、僕らが青春なのかジャッジしていきたいと思います。出ました。はい、判定ガバガバコーナー。そうですね。ガバガバコーナーです。ガバガバですよ、本当に。はい、じゃあちょっと行きますか。はい、行きましょう。福島県、ラジオネームかきさん。冬休みに入る前日に好きな人に長い間会えなくなるので、バスケの全国大会頑張ってね、うん、と勇気を振り絞って伝えました。はい、これって青春ですか？もう間違いなく青春ですね。青春ですよ、これは。もう間違いなく。ね。ね。誰が何と言おうと。誰が何て、何でしたっけ、バスケ。バスケの全国大会頑張ってね。うわー、うわー、もう最高。青春、最高です。え、あれ、ちょっと藤原さん。どうしました？どうした？自分たちさ、はい、甘くない？何が？甘くない？え、だって全然甘くないでしょ。好きな人に長い間会えへんくなって、でも、バスケの全国大会頑張ってねって言って、うん、自分の思い伝えた。青春やん。青春ですよ、これは。会えなかったら、会いに行けばいいじゃん。いや、だから、いろいろ事情があるやろ、それ。何事情って、バスケの全国大会頑張ってね、うん、見に行けばいいじゃん。その人が頑張ってる姿、眼球で見届けちゃらいいじゃん。いやいや、あの、目でって言って、眼球って言って。眼球で見届けちゃらいいじゃん。目に焼き付けろと。青春じゃないよ、これは。いやいや、青春よって。違うって。なんでやねん。会いに行けばいいじゃん。いや、それしかないんか。ね。いや、だからいろんな事情があんねんやろ、そりゃ、もう。そんな事情。会いに行けばいいじゃん。だって今だってやっぱコロナ禍やったりもするから、応援もなかなか行かれないんじゃないですか、はい、それほら。そういうことですよ、ほら。なかなか応援も行けへんねん。はい。それ言われたら、無理じゃん。アオハルでした。アオハルでーす。アオハルでーす。はい、いや、でもいいかもね。いいですね、これ。これは、これはもう、アオハルです。間違いないけども。それでは、続きまして、埼玉県のみたらしだんだんごさんからいただきました。はい。宿題をするため、写真を出そうとしたら、間違えて、芯が出る場所を押してしまい、一人で、いたと叫んでしまいました。これって、アオハルですか？まあ、いや、まあまあ、あるあるではあるか。あるあるかな。あるあるではあるけど、別に青春ではないよな。なんかだって、どっちかっていうとな、まあ、ある、なんかまあ、あるあるやんな。あるあるです、青春というよりかは、あるある。そう。青春ではなくて、あるある。そう。だって、別に、学生以外の時も全然経験あるし。あります、あります、全然あります。普通に成人になってからも、あいだってなったことあるし。あるんや。あるね。あるんや。そうだよ。あるから。でまあ、ありますから、ね。これはでも、青春じゃないんじゃない？あるあるですか、うん、これは。ね、え、二人は青春ではではないと思いますけど。いや。青春でしょ、あれ。でやねん。さすがに。おかしいやろ。いやいや、どこがよ。基準どうなってんのか。じゃあ、うん、今、ここにいるスタッフさんが全員、シャーペンを持ってるかっていう、そもそも大人になったらみんな、大学生とかなったら、まあ、高校でもそうでしたよ。皆さん、名前書くとき、シャーペンじゃなくて、ボールペンで書いてましたよね。そうね。もうみんな、大人になっていくと、シャーペンを卒業する。そうですよね。自転車も最初、コマ付きやったけど、そっから、自転車乗れたらコマを外す。だんだん人というのは成長していくわけですよ。このシャーペンも高校の時にしか、使わない。これって、青春やねん。え？ん？どうですか？シャーペン使ってます？
使ってないんや。ほら。スタッフさん使ってない。使ってますか？使ってらっしゃる方います？スタッフさんの方で。おー、お一人。一人だけ、あ、高校生やろ？いや、違う違う。ちゃうちゃう。自分高校生やろ？ジェイストームのレーベルの方です。絶対高校生やった。違う違う違う。高校生みたいもん。ない。しっかり社会人で。絶対高校生。お若いね。ね、方ですけど。絶対高校生やろ。いや、違う違う違う。使いますって普通に。いや、大人でもシャーペンってあんま使わないのよ。使わんかな。もう大人っていうのは一発勝負。ボールペンで一発でやるわけよ。なるほど。そういう。そこに命かけるわけですね。そう、命までは言ってないけど。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。大げさに言っちゃったな。ちょっと。これちょっと聞いてて、じゃあ、誰、だ、まあ、ミッチに決めてもらおう。そうやね、MC やからね。青春か、青春じゃないか。青春ではないです。ね、青春じゃないんや。そう、負けた。初めてじゃないこれ。くっそ。青春じゃなかった。はい。チョー君に巻き込まれるかと思った。あるあるです。じゃあ、続いていきますね、僕。兵庫県山屋さん、うん、電車に乗ってスマホを触っていた時、うん、ふと視線を感じて顔を上げると、うんうん、近くにいた人全員が私のことを見ていました。びっくりしてるとそばにいた高校生から頭に金分が乗ってますと言われました。これって青春ですか？あー、電車ね。え、ちなみにミッチどう思う？え、俺はね、これはやっぱり青春やと思いますよ。なんでかっていうと、やっぱり、ま、学生時代って結構電車乗ってても、なんかいつの間にかなんか鳩が勝手に乗ってたりとかするじゃないですか、電車の中に。ああ、電車。あったんです、僕。それ、ま、見たことあって。それと同じことなんかなっていう。やっぱりこう、ま、友達と帰ってても、一人で帰ってても、その、金分とかが、その、頭に乗ってた。あ、お恥ずかしいってなって、ちょっとやっぱりこう、頭払うじゃないですか。あ、学生時代ってこういうこう平和な時間もあるんだなっていう、こうなんていうの、日常がやっぱりこうほっこりする、ほっこりするから、やっぱ俺は青春だと思います。やっぱりそれを学校で友達にもエピソードとして話せるわけですから。なるほどね。はい、どう思います皆さん？まあこれは青春ではないよな。青春ではない。うーん、ミッチーは？青春。俺はミッチーの言う通りなあ。そう、マジか。ずっとあった。いや、これ絶対、俺今、ミッチーに聞いて、市長くんとテイくんで、青春じゃないやろうと思ったら、俺一人かちゃんと裏切られた。やられた。いや、めっちゃ正論言ってたから。やられた。だってほんまに頭のとこに金分ついてて、みんなで、こう、やっぱ日本人のいいところってそうやって助け合う精神よね。そうですね。で、しかもその後学校で聞いてって、今日頭に金分いたんだけどって、え、マジとかいう、こういうコミュニケーションができるわけですよ。うん、これみんな、大人の皆さん、頭に金分ついてたら会社で言いますか？今日俺の頭に金分ついてたんやでって言うか？言わないでしょ？学校というのは休み時間にみんなでペチャクチャ喋る、今日こんなことあったよ、今日の朝こんなことあったよ、これが青春なわけですよ。うん、それって、あなたの感想ですよね。いや、ひろゆきさん。あれ？それあなたの感想ですよ、ね。ひろゆきさんやん。だって、金分乗ってたら言うでしょ？どこでも。誰でも言うと思いますよ。そう、学生の方だけではなく。まあ、ちょっと皆さんがちょっと考え方が古いのが、学生だけが青春じゃないんです。お、人生、イコール、青春。なんでございます。生きているだけで青春。そういうことなんですよ。じゃあもうこのコーナーできて。もうこのコーナーもう終わりやん。いやー、でもすごいね、金分乗ってたの。金分乗ってたのすごいですね、これ。なかなかないよな。どうですか、じゃあこれは。ミッチ決めて、ミッチ決めて。いやー、もうこれは青春だと思います。来た。はい、青春やられたな。青春だと思いますよ。もうこれ、ね、ジョー君乗るやろなと思ったら乗れへんかったやん。ね、もう対決コーナーみたいになってるけど。ほんまやで。いや、まあこんな感じで、引き続き青春エピソードお待ちしております。なにわアットマークオールナイトニッポンドットコム。なにわアットマークオールナイトニッポンドットコム。数字の728でなにわです。メールの件名はカタカナで青春でお願いします。CM 後はすごくすごく楽しいコーナーだぜ。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムをお送りしています。今日のメールテーマはなにわ男子リスナー市場調査、流行っていることを教えて。リスナーさんの周りでリアルに流行っていることを教えてもらっています。はい、ラジオネームリンさんからいただきました。今回のテーマが学校の休み時間に流行っているゲームですが、私の学校では気まずいねゲームというのが流行っています。何それ？気まず気まず気まずいねというのをみんなで歌った後、気まずいことを言うゲームです。気まず気まず気まずいねと言って、気まずいねゲームやって。そのリズムは今大吾が適当に。おー、適当にやった。
おー、なるほどね。え、違う。もしかしたら、気まず、気まず、気まずいねー。あ、それもあるな、でも。嘘や、そんな、なんか、あれ。どっちで行く？あおりみたいな。気まず、気まず、気まずいねって、ほんまに気まずい感じで。あ、ガチ気まずい方ね。気まず、気まず、気まずいねー。いや、そんなチャラ男さんみたいなことになるの。そんな感じで。気まずいバーン。パリラ、パリラみたいな。気まずいこと。気まずい、これやってみるじゃん、ちょっと。一回やってみますか。気まずいこと。気まずいことね。いきますね。はい。学校でね。はい。気まず、気まず、気まずいね。今日髪の毛切った？切ってない。あ、そっか。気まず、気まず、気まずいね。電車で、あ、席どうぞって言った時に、いや、私は大丈夫ですって言われた時。気まず、気まず、気まずいね。俺、お前の好きな人から、あの、バレンタインのチョコもらっちゃった。だとしても言うな、それは。気まずいけど。いや、楽しい。面白いですね。面白い、これ。逆、だから気まずくないゲームもありせん。なんか違う、コロコロ変えれそうよね、これ。そうね。テーマ。ね。なんか、楽しい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 ね。とか。お、いいや。いいっすね。うん、何でもできるやん。やってみます楽しいね、ゲーム。楽しい。全然楽しそうじゃないから、ちょっと。楽しいね。なんか、高校の帰り道に、コンビニ友達と寄った時。ああ、楽しい、楽しい、楽しいね。今、こうやって、リスナーの皆さんと、繋がってる時間かな。楽しい、楽しい、楽しいね。やっぱり、オールナイトニッポンプレミアムのスタッフさんとこうやって目が合ってる時が、楽しいね。どっち、最年超コンビ、どっちもコビ売りっていう。ごま売り、ごま、ごま売りね。ごま売り。何でもいけるから、これ。そう、うまい。楽しいな、これ。いいね、これ。いいゲームですね、これ。じゃあ、ちょっと続いていきましょうか。福岡県ラジオネーム、ウパ畑さんから。はい。23歳の方ですね。うん、最近、私の周りで、夜パフェが流行ってきています。うん、何？夜パフェ？夜パフェとは、もともと北海道発祥の文化らしいのですが、はいはい、焼肉などを食べた後の締めのラーメン代わりにパフェを食べます。意外と締めにぴったりなので、ぜひ試してみてほしいです。これ、いいやん。パフェ。あ、だから、あれやんな。夜にパフェを食べるってことだね。そうそう、夜にパフェ。そうなんよ。あ、北海道から。あ、北海道発祥から福岡まで行ってんの。結構、だって、あれやで、ね、スタッフさん、北海道出身やから。あ、そうか。で、したら今、めっちゃうなずいてた。飲んだ後の締めらしい。締めにパフェ？飲んだ後に？やいや、ちょっと、それは、どうなんだろう。いいんすか流れ的に美味しい。ちゃんと。美味しいんかな、美味しいんや。生らうまい。生らうまいっしょ。生らうまいんや。生らうまいんや。なんか想像できひんけどね。で、締めラーメンとかさ。うん、そうそう、聞く聞く聞く。あるけどね。だからよく聞くけど。よく。締めパフェ？夜パフェ。だから、もうサラリーマンの寄ったおっちゃんが、よっしゃ、じゃあ締めようかって言った瞬間、イチゴのパフェとか食べてるってことでしょ。そうな。めっちゃ可愛いやん。可愛いやん、ね。ギャップ萌え。ギャップ萌え。ギャップ萌えやで。やば。青春認定です。青春ですね、これは。青春ですよ。ほんまに。可愛い。ね、いいですね、これ、ね。いいやんか。そんなことはね、なんかご当地のそういうのっていいよね。ね。なんかもっとありそうやから知りたいですよね。全然47都道府県もあるから。あるでしょうからね。ありがとうございます、本当に皆さん。はい。引き続きメールお待ちしております。宛先は、なにわアットマークオールナイトニッポンドットコム、なにわアットマークオールナイトニッポンドットコムです。今日のメンバーは内田俊介、藤原丈一郎、西畑大吾、なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムをお送りしています。感想メールいっぱい来てますね。いただきましょうか。読みましょうか。はい、はい、来たんですよ、僕の携帯に、はい、携帯に、はい、携帯に来た、はい、携帯に来ました、うんうん、感想メールというか、あの僕ブレザーの胸ポケットにパンパンに詰めていました、ペンを。これって青春ですか？なんで、なんで、なんで東地方なの？ほんまや。ちなみに、これメンバーの流星から。流星から。流星から胸ポケットに。あ、だから今聞いてくれてんのかな？ペンをいっぱい詰めてる。あ、ありがとうな。これは青春じゃなくて、これは営業マンでございます。ペンを詰めてんの。そうやな。こちらですね。はい。え、俺来てないねんけど、メール。あれ？メール来てない。俺来てないで。
西畑来ました。おお、なんて来ました。あの明日ストーリーインスタのストーリーこれで開けてほしいから作って業務連絡したでなんて送ったんだっけ。了解って送ったんですよ。じゃあ今送りや、今送る、聞いてるって送って。いやいや聞いてるって送んの。それでこの7時台が終わるまでに返事来たら。ああそうね、いいやん、いい感じじゃない。それで聞いてるって、ラジオ聞いてるって送るんですね。来てないからな俺。いやだから8時台はミッチー、誰かに聞こう。誰かに聞いてるって。あーラジオ聞いてる。あーそうそうそう、まだ聞いてくれてるってことやもんな。そういうことよね。だからで感想メールもいっぱい来てるわけでしょ。来てるですから。はい、じゃあ読みたいと思いますね。はい、大阪府ラジオネームアルモさんからあのちょっと、はい、もう速攻で聞いてるってきました。早っ、流星聞いてくれてた、ありがとうね、すごいね、ありがとうございます。大好きやで。あ、お風呂で聞いてねんて。わーお、えもう流星くんのエッチ。いや静香ちゃんのエッチの石塚ちゃんのエッチ。違う、のび太くんのエッチやろ。静香ちゃんのエッチって、ね、エッチをさ静香ちゃんの前に言いつけちゃったからさ、石塚さんのエッチ石塚さんはもうまた違う人やから。石塚ちゃんの石塚ちゃんのエッチって、石塚ちゃんもういろいろ違うから。ちょっともう渋滞してる。あが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 。よくない。ありがとうね、流星。はい。はい。ありがとうございます、流星。はい。じゃあ行きますね。はい。はい、ラジオネーム、アルモさんから大阪府ですね。藤原くんがジャニーズ1位になれそうなのは、はい、身軽そうなので、転んだ後のごまかし方のうまさナンバーワンだと思いますって。マジ俺それ得意かも。自転車とかでもさ、あのさ、うん、昔道路から、あの、歩道に上がるこの微妙な段差が、ガッてなやつね。そう。うん、パッて言って、ガーンとこけた時、うん、めっちゃ恥ずかしかったから腕立てしたの覚えてない。うん、その時友達が一番笑ってくれた。ね、その時からジョー君は出来上がっててんな。そうもその時から腕立てしようと思えへんもんね。すごいっすわ。じゃあちょっと続きね。来たよ。滋賀県赤ブルさんから、うん、先ほどカウントダウンの話で何部門なら取れるかというお話をされてましたが、うん、西畑くんは涙もろい部門なら取れる気がします。涙もろい部門。だいぶいけんちゃう。推薦がね、いけるもん、ね。だってさ、俺今日見てたね、あれ。うん、松岡さんがさ、うん、西畑がここ俺だったら泣くよなって言ったら、うん、その10秒後にこいつ泣いたんだよって。そう、それすごい、俺も見たけど、めっちゃすごいなと思った。必殺仕事人にね。まあ俺やったら7時台のエンディング泣くけどな。いやいや言ったね、言ったね、言ったね。泣くけど、もう終わりから。はい、ちょちょちょ、泣いて7時台のや、俺番組はこの後8時台も続きます。続きますって絶対聞いてくださいね。ママキーステーションに全国ネットで放送中。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。改めましてこんばんは、なにわ男子の道枝俊介です。藤原丈一郎です。西畑大吾です。時刻は午後8時を過ぎました。ちょっと待って、今西畑大吾ですよ。かぶったよな今。あの西危ねえじゃないで、もううちアウトやで。西畑いなかったものになってます。いや、あの西畑大吾です言いそうになります。あー、そういうこと。そうそう、あそれおかしい。俺がおかしい。最近はなんかね、そういう自己紹介ハモるのよ。ハモるの。今主戦行ってたやろ。西畑大吾です。ミッチー今上行ってて、上ハモ、上ハモ西畑大吾行こうとしてたから。危なかった、危なかった。はい、ということでですね、はい、時刻は午後8時を過ぎました。はい、この時間はなにわ男子のオールナイトニッポンをお送り、オールナイトニッポンプレミアムをお送りしています。はい、7人グループの、ですけども、今日はこの3人でやらせてもらってます。はい、そうです。毎週変わってるんですよ、人が。はい。じゃあメール届いてますので見ますね。感想メールですね、これ。はい。福井県ラジオネーム悲劇のピロリンさんから。先ほど坊主選抜ならセンター取れると豪語していた西畑さんに秘宝です。何？ ABCG の戸塚くんも3回坊主にされています。ああ、やばい。やばい。なのでセンターを取るには頑張ってください。そうやね。だから考えたら確かに戸塚くんもそうやし、松岡さんも。ああ、そっか。3回どころじゃないのよ。うわ、上には上がいたな。うわー。でも3人で、なんかこうセンターコロコロ変える、うん、フォーメーションだね。そう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 。それから今から坊主にするか。今から坊主にするか。4回目行く?4回目行く今から。嘘やん。何もなしで行く。でもやっぱ坊主なりのな演出あった方がいいと思うのよ。なんか基本的に木業がベース。うん、一休さんやん、それ。トントントンって。一休さんやん。上がってくる。好き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 やん。歌うの絶対。道知ってるこの曲。知らないジェネレーションギャー。あ、でも聞いたことあるけど。向かってせーの。好き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 。おー。あー、いいよ。なんか聞いたことある。その後は好き嫌い好き好きみたいな。93。愛してるですよ。知りません。すいません。
はい、じゃあ続いてこちらの企画を、お送りいたします。はい、目指せラジオ端子。ラジオパーソナリティに必要な力を、養うバトル形式のラジオ技術向上企画です。はい、毎週あるテーマに沿ってメンバーが対決し、通算で5回最優秀パーソナリティに選ばれると番組内で単独でのオールナイトニッポンをやる権利を獲得できます。勝者を決めるのはリスナーの皆さん。今夜も番組公式ツイッターの投票機能で企画に参加してください。はい、ちなみにここまでは、ジョー君、大悟君、長尾が3勝、うん、で僕、大橋君が2勝、大西流星君、高橋恭平1票、あれ1勝、うん、まさかのここで投票になった。はい、で先週恭平が待望の初勝利を、おーよかった、おめでとう。これでメンバー全員が最低1勝は保有したことになりますね。なるほど、ね、でも今日ちょっと面白いよね。だってジョー君か西畑が勝てばリーチになるわけやし、ミッチーが勝てば我々3勝に並ぶ。そうですよ。なるほどね。ここはもう大事な勝負ですよ、ここ。そうね。だから3人には大事ね。大事ですよ、はい。で、今回のテーマがですね、公式ホームページの番組紹介文を考えてよー対決。なるほど。ほいほいほい。はい、今の時代、ラジオという文化にね、触れる方法は人それぞれですけれども、普段から熱心に僕らのことを応援してくれている、この番組のことを知ってくれた人、で、はたまた偶然、ラジオの周波数を合わせて、この番組に出会ってくれた人、そして中には、なにわ男子とスマホで検索をかけて、この番組公式ホームページから存在を知ってくれたリスナーさんもいらっしゃると思います。で、今日はその、公式ホームページに載せる番組紹介文を各各々で考えて発表します、はい、でこの紹介文めっちゃええやんとか、新規のリスナーさんごっつ増えるやんけと思った文章に投票していただけたらいいなと思います、はい、でそして今から僕らが考えた文章を紹介していくんですけども、はい、誰が書いた文章なのかは名前を伏せて発表します。なるほど。で、お聞きの皆さんには純粋に紹介文の良し悪しで投票をしていただければ、はい、いいかなと思います、うん。でちなみに現状はこんな文章が載ってます。ジョー君読み上げてください。はい、なにわ男子がグループ初となる冠レギュラーラジオ番組をスタートさせます。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムは日本放送をキーステーションに全国ネット、日本放送、山形放送、山陰放送、山口放送、四国放送、計5局で毎週土曜日19時から21時オンエアというね。なんかちょっと誰かに寄せてるそれ。いや、なんかいい声。あ、いい声。いい声。あ、イケボで、ね。そう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 。確かにラジオはね、大事ですから。ミシャタ。うん。いい声で喋ってんの。いや、ちょっとん聞いたことあんねんな、それ。ミシャタ。その言い方、んちょっと東山さん入ってる？ちょっと東山さん入ってるかも。ちょっとな。ちょっとだけ怒られんで、ほんまに。怒られんで。大丈夫？ミシャタ。怒られます。ありがとうございます。はい。落としたの。落としたのに。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあ、これを上回る紹介文に、しましょう。で、これがベースっていうことでしょ？そうです。これがベースで、まあ、はいはいはい、プロデューサーさんが書いてくれた文章なんですけど。はい。最高やね、これ。もういいやん、これ。一番わかりやすい。わかりやすいですよね。うん、でも、これをさらに上回るわけでしょ？そう、上回るってことですから。まあ、だから絶対、噛まない男で、おなじみの、西畑先生からちょっと、はい、三つの紹介文を発表させていただけたらいいなと思っております。西畑よー、噛むど？噛まないですよ。俺今日何回噛んでると思ってる。いやいや、噛み噛みよ。いや、噛まないですよ。噛み噛みで何回やり直したか、その告知とかの時ね。何回もやり直すことあるから。いや、だからこれとりあえず今から大悟が3人のやつを名前伏せて言っていくわけですよね。そうです。なるほど。A 案、B 案、C 案みたいな。そうです。なるほどね。行きましょうか。参りましょうか。はい、まず、A 案の紹介文いきます。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。個性あふれる7人がズバッとキレのいいトークをしてあなたの明日を色づかせます。お仕事やお勉強で疲れた方もなにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムを聞けば間違いなし。楽しい明日が待っている。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムは日本放送をキーステーションに全国ネットでオンエア。あ、でもいいね。いいんじゃない？しかもなんかこう、色づかせますとかさ。そうね。ちょっとおしゃれな。なんか文章の最後の締まりがしっかりとしている。すごい綺麗やね。うん。わかりやすい。なんかほんまに HP に載せるためにはすごいいい文章だと思う。ホームページに行って。俺 HP って言ってなかなか体力みたいになるからさ。ライフポイントみたいになるから。違う違う、俺 HP 早め。違う、おかしいおかしい。いやでも HP に載せるにはこれいい感じやと思う。合ってるっちゃ合ってるけど、うちらからするとライフポイントなのよ。ほんまや。男からしたらそうなんですよね。じゃあ続いて。今のが A 案ね。これ A 案。誰かわからない。続きまして B 案参ります。B 案。
スーパーアイドルになりたい系男子、なにわ男子のラジオ、ワイワイガヤガヤ楽しくやっております。名物コーナー、これって青春ですかは、ガバガバ判定、天才最高、略して天才高なラジオ、あなたもいかが。詳細はこちらのホームページをいっぱい見てね。なるほど、びっくりマークが7個ついてますね。あ、そうですね。これはあるじゃない、多分なにわ男子7人やからっていう意味を込めて、ね、まあでもちょっと間違ってるのが、ね、天才高の際は最高の方の際ですね。天才の際じゃないんですね、これ。あ、なんか、お詳しいですね、やっぱり。お詳しい。あれ、まあ、天才子の生みの親ではありますね。確かに、ね。確かに、そうです、ね。まあ、でもこれ、西畑が生みの親ではありますけど、はい。ミッチーか、ジョー君が使ってる可能性も。しかもこれ、文章の最後の終わり方すごいね。うん。HP をいっぱい見てね。違う違う違う。ホームページをいっぱい見てね。なかなか書いてるけどな。こちらのホームページをご覧くださいとかやったらよく見るけど。あんまり詳細書いてないってことなんでしょうね、これ多分。なるほどね。うん。すごいね、これ。いいですね、HP を見てねって言うんから。HP を見てね。続いて、C やん、参ります。C やん、お。なにわ男子があんな企画やこんなテーマに挑戦。7人の個性あふれるキラキラミラクルスーパーラジオ。We love radio more than eating chili dog.何やねん、チリドッグって。We love radio more than, だから、チリドッグを食べる、より、ラジオが我々好きですと、うん。そういうことですよね。こっちなんか、英語で終わるのもいいんじゃない？あ、かっこいいね、確かに。We love radio more than eating chili dog. みたいな。かっこいいね、これも。なんかしっかりと2行で、なんか、なんていうの、この番組の趣旨をやってから最後は英語で終わる。なんかよく車の CM とかでもこういう手法使ってるよね。まあ確かに。あるのは、見たことあるけどね。いや、これは、これどうなんでしょうね。誰が、どれか全然わからんな。わからん。でも三者三様よ、ほんまに。全然わからんけど、なんか、個性出すぎて、リスナーの皆さん分かるかもね。もう分かってると思う、多分。分からへんよ、はい、これはもう。分からへんね。分からへんね。これは、だからどうするですか？どうする？まあ、これはもう投票はですね、番組公式ツイッターからお願いします、はい。で、一番いいと思った紹介文に1票を投じてください。はい、で、投票はですね、この曲の間にお願いいたします。これは本当に、今まで違ったなにわ男子を見れる、曲で。うん、いいよ。喋りながら。いいよ、いいよ、いいよ。いや、僕らは、この紹介文ね、この。あ、そっか、あ、そっか。曲紹介は、ジョー君って書いてんだよ。カンペだよね、カンペ。カンペっていうか、台本では書いてるけど、いや、全然ミッチー言ってくれていい。MC やから。そっか。しゃあない、しゃあない。だって、ミッチー、ミッチー来て、藤原やもん、急にな。うん、ここはミッチー、ミッチーになったら、ミッチーになんねん。いや、違う違う違う。続いてもない。ごめんなさい、ごめんなさい。間違えました。気持ちよく言ってるから、そのまま言って。いいよ、いいよ、そのままいいよ、言って。今まで違ったなにわ男子が感じれると思います。それでは聞いてください。なにわ男子で君だけを逃がさない。番組公式ホームページの番組紹介文を考えてみよう対決への感想メールが届いています。はい、はい、来てますよ、うん、宮城県の千歳飴さんからです、うん、私は A 案の文章が一番いいと思いました。 お仕事や学校の疲れも吹っ飛ぶというところが週末のラジオにぴったりだと思いました、うん、A 案だけに A 案ってな、A 案ってね。今絶対大悟一人で言いたかったやろ。言いたかった。ええやん。言いたかった。ええやん。ええやん。MC やから。ええやん。なるほどね。でもええやんが今いいっていう、ね、あれ感想は届きましたよ。そうですよね。ありがとうございます。感想文いただいており、はい、感想いただいております。ナナナさんからいただきました。今かもすごい。ナナナさんからいただきました。C のやつはすごく、くだらないですが、なにわ男子感が一番出ていたような気がします。とてもアホっぽかったです。アホって言われてんの？ちょ、お前な。誰かアホって。お前誰かアホって言われてるの、これ。え？ We love チリドッグ？え？でも絶対な、ああいう感じも、英語とか入れてるとこってあんまなさそうやからいいなと思ってる気持ちの人もいるってことやもんね。そうやね。いるけど、だから投票してくださってる方は一人は絶対いるでしょうから。ね。でもこのナナナさんからすると、もう全然、くだらないって。アホっぽい。すごいくだらない。すごい。とてもアホっぽかったですって書いてますわ。へぇ、大卒ですけどね。もう言ってるようなもんやん、それ。
はい、じゃあ続きいきますね。はいはい。はい、埼玉県ラジオネームゆうかさんです。はい。B 案誰かな、わからないけど、中途半端な受け具合でした。さあ、これが本当のリスナーさんの声でございます。いやー、はっきり言ってくれな。住所教えんかい。住所教えんかい、俺。って、誰かが思ってるかもしれない。確かにね、思ってるかもしれない。住所教えて、教えてもらって、なんか、売り込みに行くかもしれないからね。もしかしたらある。誰かが、誰かわかんないけど。いやいや、もういいよ。そんなこと言われたらさすがにな、ちょっと、やっぱ悲しんじゃうよね、普通に。ほんまに。まあでもね。まあ誰かわからないから。誰かわからないから。誰かわからないから。気をつけなあかん。そうやな。でもね、というわけで、投票は、終了いたしました。はい、今回は名前を伏せて投票を行ったわけですけども、うん、はいはい、どれを誰が書いたかをここで発表していきます。お、はい、一つ目の A 案は道枝の案。はい、道枝の案ですね。はい、二つ目、はい、二つ目 B 案、はい、西畑くん。おい、ゆうか、おい、住所おしんかい。なよ、やからや、わからないけど中途半端な受け具合でしたと。おい、やから。はい、三つ目ジョー君でした。うん、おい、はい、何がアホやね。着払いで便座カバー10個ぐらい送ってた。いらんやろ。癖強すぎるやろ。いらんなぁ。いらんな、でも。はい、で、そしてですね、はいはい、結果を発表したいと思います。はい、マジ？あ、出るんや、これ。出ますよ。はい。いやいや。お願い。第3位。来い。3位は嫌。30、28.3% の、B 案。中途半端な受け。中途半端な受けでした、本当に。ちょっと待って、ちょっと待って。ってことで、もう B 案大悟やろ ?B 案大悟。なんか、天才最高、レクシー、天才高なラジオってあの中途半端なやつやろ。おい、やめろ。で、HP いっぱい見てんやつやろ。ホームページな。ってなると、今、うん、俺たちになるか。だから、ミッチーの、あなたの明日を色づかせます。か、We love Radio Modern Eating Chili Dog。言えてないやん。はい。これどっちか1位になるやろ。あ、そっか。でもどっちかが1位ってことだからね。はい。うん、いきますね。第2位。うん。33.1% で。おい。ジョー君。くそ。くそ、夢を見た自分が情けない。夢はもうすぐ果てましてね。え、俺が 30?3.1% で、大悟くんが 28.3%。うん。で、私、道枝俊介が、はい。第1位で 38.5% でした。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。もう、でも、そやな。正解。リスナーの皆さん正解よ、それで。正解です。それでいいの。え、でもほんまに、もうずうずうしいけど、We love Radio More Than Eating Chili Dog だけ一文だけ足してくれ。いやいや、まあ、あなたの汗を色づかせます。We love から。調味料やん、もう。お願い。お願いやって。いや、もうそれは。お願いか、天才子もちょっと使って。いや、俺はいいよ。俺はいいけど、その、サクさんがどうかっていう問題ですよ、これは。だからもう皆さんね、これは、その1選ばれた人は、もうほんまに紹介文に、紹介文をホームページで使うことになりましたので。マジか。ってことは俺の紹介文がホームページに載るというわけ。でもなんか、そうなると、よかったな、俺らじゃなくて。マジか、俺は絶対もう、チリドッグ載せる気がない。いやいや、やばすぎるよ。意味わかれへんもん、いきなりなんか。ほんまやでな。はい、ありがとうございました、皆さん。ありがとうございます。ということで、ミッチーが。はい、僕が1位ですね。それ、通算でだから。通算で僕が3ポイント。3ポイント、だから4ポイント。3ポイント、3ポイント。あ、3ポイントか。だから、並んだ。並んだよ。このジョー君と西畑と、ミッチーとケントと。並んだ。並んだ。うわ。混戦やん、もう。壮絶な戦いが。いやー、もう、これ誰がなるか分かりませんね。はい。はい。お楽しみに。お楽しみに。さい。さあさあ、ここまではね、こう、不慣れな、こう、MC 役を頑張ってくれた、ミッチーなんですけども。ちょっとね、はい、疲れが出てき始めるところなんじゃない？いろいろやっぱりこう。確かにもう1時間半って大体そのぐらいやもんね。そうね。気を使わないといけないしね、こう、いろいろ喋ってない人おるかなとか、MC ってやっぱり、そういうところありますけど。うん、ここからのですね、コーナーは、私、西畑と、ジョー君が、この番組の軸を取らせていただきたいと思います。そうですね。まあ、いわばもう、舵を取りますよ、私たちが。そうそう。ミッチーはもうそのまま座って、うん、もう話聞いておいてください。そうそうそう。了解です。もうすっげえいいコーナーを作りました。お、我々2人で。楽しみ。もう最高ですよ。そのコーナーのタイトルは、こちら。ミチとリスナーに知ってほしい北斗の拳の名言。出たプレイングユアッシャー。さあ、ユアッシャー
で空が落ちてくる。せーのでよっしゃー、俺の胸に一も一緒にくる。せーの、言わない言わない、ここは言わないよ。さあ来ました、このコーナーでございますけども、西畑とですね、ジョー君、そして今日はいませんが、こう高橋恭平がですね、こよなく愛するバトルアクション漫画の金字塔、北斗の拳でございますけども、運命と人々の秩序が失われ、争いが繰り返されるという最終戦争後の20世紀末が舞台のこの作品。暴力が支配する弱肉強食の世界に現れた伝説の暗殺剣、北斗神拳の伝承者、天使郎の生き様を描くハッバルトアジ。この時間は北斗の拳に出てくるお前、お前を守るため、お前の神の神、名言を通してジョジョと北斗の拳の区別さえつかない初心者ミッチを通してリスナーの皆さんに作品の奥深さを知ってもらいたいと思います。まずは北斗の拳を知るにはもうこの曲です、やっぱり、まあ、確かに愛を取り戻せ、クリスタルキングさんのね。ちなみに聞いたことありますか？ないです。あ、ない、マジで、え、効果の次ぐらいに学校で歌わないの？リオはシャーってやってない？やってないです。マジか、はい、だって今ミュージカルでも北斗の拳っていう作品があるわけですよ、ね、すごいですよね、来てるわけよ。恋を切り裂いていいね、これどうします、これ僕ら喋らず愛を取り戻す、とりあえず聞きます。いやいや、喋って喋って、もう時間ないのよ。すいません、だって俺ら脱いだら今胸に傷あるから7つの傷あるから今マジで俺ここまで来るまで馬乗ってきたから国王号乗ってきてる国王号に乗ってきてる、本番もわからん、ラオウの相場進めてください。じゃあこの名言をね言っていくというコーナーでございますけども、はい、そうです。じゃあどちらからいきましょう、私からいきましょうか。じゃあ大悟からいきますか、はい、そうね。じゃあ私西畑大吾がセレクトした名言はこちら、我が生涯に一遍の悔いなし。よっしゃーよっしゃー。まあでもね、やっぱりこの北斗の拳、まあ、初心者でございますから、ミッチーも、まあ、リスナーの皆さんの中でもこう初心者の方いらっしゃるでしょうから、もうこの名言、この名言はケンシロウのお兄ちゃんラオウの名言なんですけど、うん、ケンシロウとこう戦った後に天に見せれる時に言った一言、我が生涯に一片の悔いなし。おー、かっこいいな。かっこよくない？かっこいい。自分の人生でも後悔すること一個もないって言って、かっこいい、天に見されていくねんて。すごい、なかなか、かっこよくない？なかなかないですね。言える？死ぬ直前にそんなこと言われへんよ。言えないやろ。言えない言えない。なんか一個ぐらいこれしとけばよかったなみたいな、やっぱり思ってしまうかもしれんけど、うん、ラオウはそれを思わない。負けた後やけど思わないな。すごい。かっこよくない？かっこいいっす。かっこいいわ。まず、生涯に行ってなくてし。それはもう、まず一発目にふさわしい回答やね。うん。そうですよ。じゃあ続いてジョー君行きましょうか。僕行きます。うん、じゃあ、藤原丈一郎のセレクトの名言はこちら。キャン先に行ってるぜこれね、バットね。マジでバット、はい、え、バットでももっと名言あると思うけど、そこなの。キャン先に行ってるぜよう言うけどな、バット。カランカランっていう。まあ、これは何が言いたいかというと、日常で使える北斗の拳。はい。まあ、今のさっき言った大悟の言葉ってなかなか日常で言えないですよ。我が生涯に行ってるんですね。これ言えないですよ。でも例えばメンバーと一緒に、まあ、ちょっとじゃあ帰ろうかってなった時に、ちょっとごめん、俺お手洗い行くわってなった時に、じゃあ俺さっき車乗っとくな。この先、車乗っとくな、これ。道先に行ってるぜよっしゃーちゃうねん、これ。よっしゃーちゃう日常で使えるワードがあるわけです。まあまあ、そうね。でもさ、それさ、俺、日常で言われたらさ、周りの人、ギョーンって見るって。いける、ジョー君、先に乗ってるぜって一回言って。ジョー君、先に乗ってるぜでもあんまりやからまだあのヨアッシャーは流れへん。レベルがあるわけ、ね、よかったらヨアッシャーになるから、ね、なるかな。なかなかレベルに達してない。でも今の試みはすごいよ。よかったね。うん。どうでしょう、リスナーの皆さんついてきてますかね、このコーナー。来てるんじゃない、このコーナーついてきてる。急にドライブしてるおじさんとかを、え、なんか北斗の拳若い頃なんか喋ってるやん、なんやこいつらってなってると思う。そうね。まあそこでね、知ってもらえます。完璧男性リスナーさん向けですもんね。そうですよ。なにわ男子というアイドルグループでございます。はい。よろしくお願いします。北斗の拳が大好きです。はい。いいね。バットいいよな。バットっていうのは、ケンシロウの近くにいる子なんやけど。ああ、なるほどね。一緒に旅してる子。そう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 。俺、そういうちょっとな、なんか主役より、ちょっ
と周りにいる脇役が好きな。ああ多いですね。なんか悟空でいうベジータが好き。そうそうね。あアニメアニメで例えないでくれ。あ北斗の拳やから今。北斗の拳は北斗の拳。そうやから。そうな。あかんで。はいすいません。じゃあ厳しいから。続きまして。はい。2回目行かせていただきたいと思います。来ました。西畑セレクトの名言はこちら。今より輝こうとする子供たちの光を奪い去ることは許さん。マニアック。俺これちょっと知らないですよ。あ、ほんまに？どこですか？マニアック向きなんですけど、僕がこの北斗の拳の中で一番好きなキャラが、はい、人生のシュウ。シュウっていうキャラクターがいて、南斗白露拳の伝承者なんですけど、その なんといってもその剣、そのまあでもちょっとネタバレになっちゃうからあれやねんけど、ちょっとあんまり言いたくないねんけど、目が見えないの。はい。で、その目が見えないのはなんでかっていうと、まあそれはぜひね、あの漫画読んでいただきたいんですけど、まああることがきっかけで、目の光を失うんです。はい。ですけど、目は見えないけど、心の目が開いてるから光が見えると。おお。で、今より輝こうとする子供たちの未来、まあ世紀末なんで、うん、やっぱり子供たちの未来が奪われてしまう可能性があると。でも、その子供たちの光、これから増していく光っていうのを奪い去ることは許さんと。なるほどね。子供思い。やっぱ人生というのはそういう星なんや、はい、そう。その人のために尽くす、はい、人の命のために頑張るっていう星に生まれた元の、うん、人生の週一番好きなキャラなの。めっちゃいいですね。めっちゃいい。でここでちょっとプチ情報やけど、うん、メンバーの流星猫ちゃんの名前何か知ってる？トキくん。トキくん。これ北斗の拳の時から取ったって言われてる。マジか。えマジで。それ多分流星違うよ。絶対違う。あれやな。鳥さんの時が好きやからね。まあそっちって表では言ってるけど、多分裏ではほんま北斗の拳好きで時から取ってる説もある。あキャラブレするからとか。だからたまにあの流星なでなでしてる時、よっしゃー。時もいいのよね。時もいいのよね。時もいいのよね。かっこいいわけですよ。それがかっこいい。でもちょっと大悟いいなんかあのマニアックなところ言ってる。そうね。ちょっとマニアック。一番好きなキャラなので。シュウが。はい。はい、でもちょっとね。マニアックさで言うと被っちゃったかもしれない。マジか。ジョー君続いて。うん。いいっすか。じゃあ藤原丈一郎のセレクトの名言はこちら。うん。ここは通さねえぜ。ちょっと待って。あれ。それえ。主要キャラではないですね。主要キャラで、あの役もつかないような雑魚キャラです。雑魚キャラ？雑魚キャラです。いるやん。います。ちゃんと戦う前に出てくるやつら。そうね。まあ確かに栽培前みたいな。そうそう。あだからアニメアニメ雑魚で。俺ドラゴンボールしいから。そうドラゴンボールから栽培。ごめんなさい。なんか第2回ドラゴンボール大好きなんちゃらやろうとしてるやろ今。あいいんですか今日。じゃあ北斗からね。北斗剣ですか。栽培前は強いしなしかも。あまあ確かに。その雑魚キャラが出てくるわけですよ。はい。ここは通さないです。これがどういうことか、うん、日常で使えるわけですよ。あれ？どういったシチュエーションで？なんかもしやで、うん、なんか買い物してたらキャーひったくりってなった時なんていう、うん、ここは通さねえぜ。いやこれやっぱ言わしたなるな。そうマジか。え違うねやっぱり。あのでもさその言い方めっちゃ嫌じゃない？ここは通さねえぜとかでかっこいい。あ違うそれジャニーズ。違うのジャニーズ。それジャニーズ。なんて言うんでしたっけ？ここは通さねえぜ。すげえやっぱジョー君百発百中ですごいな。よっしゃってなるもん。でも今の聞いたら大体北斗のさ名言ってあこんな感じなんやっていうニュアンスはつかめた。ああはいわかります。ミッチーなりに北斗の剣っぽい名言言ってほしい。それで俺らがあそうねあの判定してあげるわ。分かった分かったんですか。そうニワニワ北斗の剣なのか北斗の剣好きなのかニワかなのかちょっと言うわ。なんでもいいよぽいことを雰囲気で。まあいろいろあるからね。お前の血は何色だとか、はい、そういうレイの、はい、何でもいいよそれっぽく聞こえたらいいね正直、うん、なるほどね。よし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 行きますか。これはユーはショックなるのか。お前じゃ俺には到底かなわねえぜ。なんで雑魚キャラの方に。お前やえ西畑結構言ったやん我が生涯に一遍の食いなしとかさ。あごめんごめん。光を奪うことは許さんとかさ。ミッチーってやっぱ俺に流されやすいよな。そうやし、あの、ミッチーの中で、北斗の剣が雑魚キャラになってる。ちゃう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 。違うよ。いやいや、めっちゃ強い人たちの話やから。雑魚キャラの話じゃないから。いやもうなんかもう癖が強すぎて、大悟くんの名言も良かったけど、ジョーくんの名言が。おい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 。一回ミッチーそれで言って、俺もその後、あ、じゃあ、北斗やって、北斗のセリフ言ってから、うん、ミッチーと俺で、今のもう一回やるわ。だから、ちゃんとワンシーン完結させよう。あ、じゃあ、俺、攻撃するわ、じゃあ。あ、攻撃して。はい、いきます。で、ミッチー。
あ、じゃあ俺が先言うわ、うん。俺が先出てきた方がいいんか。うん。そうですね。俺出てきて。で、最後一言。オッケー。オッケー。これで北斗の拳皆さん好きになると思います。はい。僕たちが再現します。はい。よーい。アクション。ここは通さねえぜ。お前じゃ俺には到底叶わねえぜ。あたた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 、フワちゃん。お前はもう。これですよ。これが、いいっすね、北斗。これが北斗なんかな。そうだよ、ね、これ。で、最後、お前はもう、ほにゃららら。そう。これなんていう？お前はもう、死んでいる。お前さすが。これは知ってるよ。やっぱり名言やもんね。そう。これは知ってないと。のもう一番有名と言っても過言ではないかもしれない。じゃあ、これも終わったらみんなで、胸にマジックで絆7つ書こう。そう。北斗七星ね。書こう、ね。書きましょうね。何ということで、道、作品の魅力伝わったでしょうか？あ、もう、二人の熱量すごい伝わってきましたし。北斗の拳のこう面白さっていうのはやっぱり気になる、うん、ということで明日全巻買われるということでよろしいでしょうか。あー、全巻いくら万円かしら。おあということは、いい感じで、だってお年玉たくさんいただきましたしね。そうそう、だから例えばネットとかでポチってするときはあーたた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 押しまくってるやん。何巻ぐらい、全巻セットここぐらい届くでしょ。あーたたたたたた、はい、伝わりました？伝わりました。よかった。ということで、はい、以上、ミッチーとリスナーに知ってほしい北斗の拳名言でした。お前はもう、なにわ男子を好きになる。最高、最高。今日のメンバーは、俊介、藤原丈一郎、西畑大吾、なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムをお送りしています。あの、早速なんですけども、はいはいはい、ホームページの、うん、あの概要欄の文章が、はい、紹介文が変わってて、早速、僕の文面になってます。ほんまや、もう変わってるの。ぜひともこのね、はい、ラジオ聞きながらちょっと公式ホームページの方を飛んでいただきたいですけど、はい、え、ほんまに変わってるやん、概要。すごい、ありがとうございます。すぐ帰れんの。でもなんか、ね、あのチリドッグと天才子入ってないです。やばいやばい。だからこれさ、ちょっとお願い、ほんまに9時までのほんまに15分20分だけでいいから、番組にチリドッグを送るっていう欄作ってほしい。何やねんそのメールを送るじゃなくて。チリドッグを送る嫌やろそれ。いいねー。いや、ありがとうございます。嬉しい。でもこの流れやったらさ、天才子絶対入れれるやんの。どっかで入れます。チリドッグは無理やけど。チリドッグいけんじゃん。チリドッグさ、このムービーってところあるやん、うんうん、はい、そのなにわ男子のオールナイトニッポンって、ムービーのところさ、なにわ男子でチリドッグにしていけるんじゃん。ブブラブって書いてるところな。オフィシャルミュージックビデオ YouTube バージョンチリドッグみたいな感じで。いやいやいや、チリドッグバージョン、ね、どっかにチリドッグ入れとく技もいけそう。すごいね、こういうことができるラジオ、ね、いや、すごい、ありがとうございます。伸び伸びとさせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。で、紹介メール、紹介メールじゃないか、メール来てますね。メールもたくさん届いてるんでしょ。はい、ラジオネームの梅こぶ茶さんからです。はい、はい、最近 SNS でズコッとというお菓子をよく見かけます。はいはいはい、ズコットとは日本語に略してかぼちゃの頭という意味で、うん、イタリアのトスカーナ地方の伝統のお菓子です。ドーム状のスポンジの中に生クリームやフルーツ、ナッツなどがたくさん入ったケーキのようなものです。大きくて中身もぎっしりなので、甘いものが好きな方にはもってこいのお菓子です。すごい、写真見たけど、写真いただきましたけど、すごいね、おいしそう。これすごっ、すげえ。ズコッと。ズコッと。へえ、そういうのがあるんや。あるんや、そんな。すげえ、美味しそうやね。なんかそういうのもいっぱい食べたいね。ね、なんか、いろんな、なんか、いろんなスイーツ。ちょっと待って、あの、北斗の拳からの緩急すごない。緩急、こんなズコッとめっちゃ可愛いやつから、ね、うん、男臭い北斗の拳まで。いえ、もうそれだけ振り幅広いってことや。振り幅広いなぁ。そうやね。ズコッともちょっと雑魚キャラに聞こえてきたもんな。ズコッと。ここは食べさせねえぜ。お前じゃ俺のスイーツの作る力はとてかなわねえぜ。出てきてへんやんけ。好きになってますやんか、北斗の拳。いいね、ミッチ。じゃあ、ちょっと、いきますね。はい。はい。なにわ男子リスナー市場調査、流行っていることを教えて、このテーマでいただいてますね。そうですね。はい。このズコットもそうですね。このズコットもそうです。はいはい。続きまして、愛知県のラジオネーム R さんからいただきました。自分の学校で休み時間に流行っているものはシンプルに手押し相撲です。おお。いろいろ作戦などがあり、簡単に見えるけど奥深くて盛り上がって楽しいです。なにわ男子のメンバーで誰が一番強いんでしょうかと。
手押し相撲。それ特技に変えてる人いるよな。いるよ。手押し相撲って特技に変えてるメンバーいますからね。いますからね。それは大橋くんですけど。うちのリーダーですね。ね。はい。あれ披露するタイミング見たことないねんか。でもほんまに負けてるとこ見たことないねんな。わかる。多分無敵なんじゃないですか。ジャニーズ最強なんかな。ね。どうなんやろ。ほんまに特技に書くぐらいだから。すごい強いですからね。そう。手押し相撲って大会とかあんのかな。手押し相撲大会。ありそうやから、なんか地域大会みたいな。そういうの大橋出てほんまになんか、僕手押し相撲の好き、あの特技です。本当に強いの、あ、強いです。一応、世界良いです。とか言うぐらいの。かっこいい。かっこいいっすよね。すごくない？いやいやいや。すごい。でも世界良いやったらもうエグそうやんな、ほんまにアメリカとか。マジやばそう。なんかチョンってやっただけでドーンって吹っ飛びそう。やばそうやもん。ケンシロウやん。ケンシロウ来たやん、また。はい、じゃあ続いてですね。うん、はい、ラジオネームミオさんから、うん。友達間で流行ってる言葉は、友達から言われたことに対して、うん、何にでも、なんだとと返答することです。なんだとと答えるも、答えると誰でも楽しくなります。なんだとなんとなんとケンシロウやん。なんだとなんとほう、なんと政権なんと首長権もうケンシロウじゃなくてなんとなんと全部ケンシロウやん。なんと政権。西畑が好きな州はなんと白露県です。ほら。サウザーでなんと法王権です、ね。これ分かった。どんな会話でも北斗に繋げれる説。もう、さあもう趣旨変わってんねやんか。いけるわ、絶対もう。え、なんだと一番流行ってる北斗の言葉やって。違う。友達とから言われたことに対して、うん、何でもなんだとって返すっていう。あ、なんだとなんだとやろ。だから、さっき言った通り、なんと水長剣。いや、だ抜いたらあかんねん。だから、あたただなんだとって顔するやられた。何やられてもいけるし。まあ確かに。すごい、無敵やん。だって、北斗神拳食らってもなんだとって言うねんで。ほんまやん。ヒデブとか言わねんで。もうわかんねん。ヒデブ、安倍氏言わねん。もうさ、あの、ジャックせんどいて、コーナージャックせんどいて。お前はもう死んでいるって全部北斗の剣のコーナーじゃないから、これ。ジャックしないでください。道ケンみたいに言うなやってこれミッチ突っ込むとかやもうだって顔下げちゃってるもんねミッチはい引き続き、はい、この番組は続きまーすすいません北斗ばっかりで男子のオールナイトニッポンプレミアム。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム、まもなくお別れのお時間ですが、最後はこちらのコーナーです。今から5年後、あなたは何をしてどんな風に暮らしていますか？5ヶ月後ならすぐに答えられそうですが、5年後だとどうでしょう。人生の景色がちょっとだけ変わっているかもしれない。未来に思いを馳せて手紙を送ってください。5年後の私へ。5年後の自分に向けて書いた手紙を紹介するこのコーナーです。リスナーさんと一緒にちょっと先の未来について考えてみましょう。じゃあ、私から言わせていただきたいと思います。岐阜県ラジオネームみどりんさんからいただきました。5年後の私へ。無事に国家試験を合格し立派な薬剤師になれていますか？5年後は社会人4年目ですね。逆に今から5年前に遡るとちょうどセンター試験直前の時期でした。模試ではずっと E 判定、私の学力では無理だと言われていた薬学部を受験すると決めましたね。結果、奇跡的に合格することができ、憧れていた薬剤師になるための切符を手にしました。あの時は自分が薬学部にいる未来が待っていると思っていませんでした。そして今は就活中で進路に悩んでいます。5年後、どこで働いているかわからないし、想像もしない未来が待っているかもしれませんが、自分で決めた道で、自分らしさを発揮できていることを願っています。頑張った過去の自分に恥じないような薬剤師になれますように。とのことです。素晴らしいね。ちょうど5年前は、センター試験直前の時期で、うん、なんと、もしてはずっと E 判定だったけど、合格することができた、うん。すごいよね。すごいよな。でもやっぱりその時のこう、お気持ちをね。うん。その時のだって、
お気持ちがあるわけですから、うん、いい判定だったけど合格したってもうすごいことやし、すごいですね、すごいたくさんのこう努力をされたからこそ合格できたんだと思います、うん、まあね、どこにこうどこで就職するのか、どこで働いていくのかっていうのはまあわからないことではあると思います。5年後、うん、5年後なんて本当にわからないことですから、わかる、ですけども、うん、こうやってみどりんさんが頑張った5年間っていうのは絶対にこれからの糧になるでしょうし、はい、だからね、本当にどうなっているかわからないですけど、笑顔でね前を向いていれば絶対にいいことは起こると思いますので、ぜひとも薬剤師目指して頑張ってくださればなと思います。はい、じゃあ続いて僕いきたいと思います。長野県の16歳エリンギさんからです。5年後私は大学生です。私は今高校2年生、将来について考えないといけない時期であり、勉強に力を注ぎ始めなければならない時期です。ですが何について学びたいのか、何の職業に就きたいのか決まらず、目標が定まらないまま勉強に集中できない日々を過ごしています。なので親や先生に勉強しなと言われています。そんなことを言われてしまうとどうしても反抗してしまう自分がいて、反抗した後にはいつも後悔をしています。5年後私は何を夢見て過ごしていますか？目標を見つけることができましたか？どんな目標であったとしても必ず自分を支えてくださった方々がいるはずです。どんな時でも支えてくれている方へ感謝を忘れずにいてください。そして両親へ親孝行をしていってください。5年後忙しい日々を過ごしているだろうけど、後悔しないように常に楽しみながら過ごしてください。なるほど、うん、いやもうこの進路って難しいよね。難しいよな、うん、どうしていいか分からないもんな、うん、小中はね、そのまま上がったりとか、まあもちろん小学校受験、中学校受験はあるけど、うんうんうん、まずはやっぱこう高校から高校に行くのもそうやけど、うん、そっから大学に行くのも、その大学に行ったら自分の夢専門学校行くのか分からんし、で俺もそれこそ高校から大学行くときに何を学ぼうかなって思ったのよ、うん、でもその時にもうとりあえずなんかこう迷った挙句、まあ何かいずれかは点と点がつながるやろうなっていう思いで入って、うんうん、なるほど、それが今ではあの大学では僕経営学んでて、マーケティング、うん、こうしたらお客さんが喜んでくれる、うんうんうん、こうしたら喜んでくれる、こういうのが欲しいんやろうなとか、うん、そういうのを学んで、それが今実際にジャニーズとして、うん、あの点と点がつながったっていうのはほんまに将来何が起きるかわからないので、そうね、ぜひエリンギさんもね、なんかこうまあ、しっかりと目標のために進学するのは大事やけど、ほんまに人生何が起きるのかわからないので、ね、精一杯、まあ確かにこうちょっと時期的にも反抗してしまう時期もわかるよね。いやし、でもこう将来の夢を明確に決めてる人の方が絶対少ないと思うの。少ない。だからそこは全然焦らなくていいと思うし、でもなんかこう、うん、生活していく中でね、あ、これがしたいって思うことが絶対こう出会えると思いますので、あるある、焦らず全然いいと思うので、うん、またね高校2年生なのでしっかり頑張ってください、はい、じゃあ続いて僕いきますね、滋賀県24歳ペンネームさなこさんから。29歳の私はどんな姿で日々を送っていますか？24歳の私は今実家を離れてデザイナーとして企業で働きながら、雑貨のハンドメイド作家として独立して自分のブランドを持つという夢を見て日々を過ごしています。夢を持っているけれど現実はそう甘くなく、思い通りにはいかずイライラしたり自信がなくなって全て投げ出したくなる時もあります。5年後の私もきっと悩んだり弱気になってしまう時がたくさんあると思います。だけどきっと大丈夫。私の周りには支えてくれる家族、友達、恋人などたくさんの人がいます。辛い時は休憩しても大丈夫。未来の私も自分の好きを忘れずに、今よりもっと自分を愛して日々を一生懸命過ごしてください。ね、これ自分の好きってもう自分らしくね、うん、これから先も突き進んでほしいなと思いますし、なんか人生なんかこう思うようにいかへんことの方が多いから、うん、ね。ねえ、よくね、人生山あり谷ありって言うから、僕らもね自信なくなる時もありますし、もう全然ある。これから先も多分なくなっていく時も来ると思うんで、うん、だからそういう時はなんかこうね、やっぱり
そうそう、一人じゃないからね。そうです、みんな頼って、うん、で頑張りすぎないで、周りには絶対こう支えてくださる方がいますからね。いますからね。うん、だからしっかり自信を持って、大変な時もこれから来ると思いますけども、いろんな人に頼って、はい、突き進んで夢に向かって頑張っていただけたらいいなと思います。今夜もたくさんのお便りありがとうございました。今お聴きいただいている曲はオーサムシティクラブで瞬きです。このコーナーでは5年後の自分に向けた手紙を募集しております。宛先はこちら、なにわアットマークオールナイトニッポンドットコム、なにわアットマークオールナイトニッポンドットコム。メールの件名は5年後の私でお願いします。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。エンディングです。来週のテーマメールのお題やコーナーのお知らせは番組ツイッターやホームページで発表するのでチェックしてみてください。お願いします。お願いします。そしてお知らせです。デビューシングルウブラブがリリースされてますので、ぜひ皆さん聞いてください。そしてですね、今、昨日からですね、毎週金曜日24時55分から25時25分までライドンタイムという番組になにわ男子密着させていただいているので、ぜひね、詳しいことは HP をご覧ください。ホームページな。お願いします。ホームページでございますね。そして私西畑がですね、明日の、夜9時からですね、必殺仕事にの方に出演させていただきます。やった。キングアンドプリンスの岸優太くんと、兄弟役をさせていただいておりまして、はい、すごく今回のテーマが SNS の怖さっていうのが、はい、を時代劇で表現しているので、すげえすげえ、老若男女問わず、胸に来るようなお話が広がっておりますので、ぜひともご覧いただければなと思います。テレ朝系です。明日ね、明日大事な日なんですね。じゃあそうなんです、明日大事ですよね。明日1月9日、大事ですよ、大事ですよ。あれ西畑さん、はい、なんか明日大事な日ですよね。はい、エコーかけてください。自分で言う。明日は私西畑大吾お誕生日です。さすが。ええだからこれが、だからあ、そうなのよ。そうですよね。え、誕生日になる前日の、あ、そう、前日だから、24歳仕事納めです、こちら。おすごい。なんか25歳の抱負みたいなのありますか？抱負ですか？まあ私西畑大吾もう全然ね、見られることはないと思うんですけど、僕25歳なんですよ。確かに25歳になるんです、はい、25歳に見られたこと全くないんであれなんですけど、でもやっぱ25歳ということで、ニッコニコな1年にしたいなと思います。もうニッコニコ、俺もニッコニコだったよ今。かわいい。イエーイ。チュキ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 よっしゃ。いやー、はい、ありがとうございます。はい、でそしてホームページがですね、はい、僕の紹介文、考えた紹介文と、はい、あと大悟くんの天才校と、え、マジ、あとチリドッグが追加されました。すごい。嘘やろ。嘘でしょ。奇跡は待ってたんだよ。もうほんまやん。今ね、いただきましたけども、うわ、ほんまやん。すげえ。天才攻略者、天才校のラジオ、あなたもいかが。 We love radio more than eating チリドッグ。めっちゃかっこええやん。かっこええ。いいやん。これよ。なんかこうしてみるとなんか違和感ないっすね。全然ないよ。こうしてみたらほんまやで。こうしてもどうしてもすっごいいい感じの文章。結構馴染んでるよ。最高やん。このいい感じで開業のラストの段にチリドッグっていいよね。ほんまやね。ラストチリドッグがいい感じ。いいっすね。ほんまスタッフの皆さん、天才校、天才校、みんなチリドッグ。いいよかな。それはよくわかる。それはわからん。みんなチリドッグ。いや、ありがとうございました。いや、今日も楽しかったね。今日も楽しかったですね。楽しかった。どうでした、ミッチー MC でしたよ。いや、もうね、ちょっとあたふたしちゃいましたけど、いやいやいや、これからちょっと学んでいこうかなと。いいよ、いいよ。よくこの北斗の剣をさばいてくれたよ。さばいたよ。いや、もうさばけてないですよ。全然さばけたよ。もう全然もう放置プレイでしたから。だってここに強兵来たら北斗の剣の話しかせえへんわ。2時間それやで。もうそれも置いてけぼりになりますからね。こういうのも増やしていこうね。ね、楽しいですからね、うん、はい、はい、というわけで、なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム、お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は道枝俊介と藤原丈一郎と西畑大吾でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。